皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今日の動画は初心者の方に向けたメイクの基本のキーでやっていきます。今までポイントポイントでメイク初心者の方に向けたメイク動画配信していたんですが、今日はベースメイクからポイントメイクまで最後までね、一連の流れでやっていきます。もう一つ一つ詳しくやっていくともう何十時間にもなってしまうので、基本の木でちょっとね端折ってやっていきます。気になるパーツがあれば概要欄から飛んでいただいて、そこで詳しく見てください。詳しくポイントメイクのね動画を出していないパーツもあります。また動画にして撮っていくので、お見逃しのないようにチャンネル登録お願いします。それでは始めていきます。まずメイクを始める前に、この土台であるお肌をきれいに整えることが大事です。化粧水はお肌に水分を与え、潤ってしっとりします。コットン使ってゴシゴシするとお肌にね負担がかかってしまうので、このようにね摩擦をできるだけ与えないように塗布していきます。頬のねパッティングをしていきます。この時ね、下から上に空気を送り込むようにパッティングをしていきます。でこの時も極力お肌にね擦って摩擦を与えないようにします。でこのねお肌をパッティングすることによって毛穴も引き締まるし、皮脂の分泌を抑えることができるので化粧崩れを抑えてくれます。このね自家製もね冷やすと崩れにくくなると言われています。お肌ってね水分が入って潤ってくるとね冷たくなってきます。続いて乳液を使って水分と油分を与えていきます。で先ほどね化粧水で水分を与えたので、それをね逃がさないようにする保湿効果もあります。で必要であれば美容液クリームを使ってください。スキンケアをしっかり行うことで、この後にね下地ファンデーションなどのベースメイクを美しく仕上げることができます。水分と皮脂のバランスを整えているので化粧崩れもねしにくくなります。で自分のお肌に合ったスキンケアを行うことが大事なので、また概要欄から覗いてください。水分と油分がしっかり入るとお肌もねこのように柔らかくなっていきます。で下地を塗っていきます。下地を置くときはこのようにね左右同じ量になるように点置きをしてつけていきます。はい、こうすると左右ね均一に同じ量をのせれるので、仕上がりのムラがなりにくい。このように広い部分から伸ばしていきます。で気づいた人いるかな、私こういう風にスキンケアもベースメイクもこういう感じで塗ってるの分かりますか？そう、これは実は表情筋に沿って塗っています。表情筋と違う方向にお顔を動かすとシワとかたるみの原因になるので、このようにね表情筋に合わせて塗り広げることが大事です。はい、だからスキンケアとベースメイクですね、下地とかファンデーションはこのように表情筋に沿って塗ってください。でこれはね毎日の積み重ねで、やっぱり毎日こんなガシャ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 ね雑に取り扱って塗っていると、その積み重ねで本当にシワとかたるみになります。毎日ねこう丁寧に優しく扱ってください。下地はねファンデーションとお肌を密着させる効果があります。だからファンデーションのノリや持ちを良くしてくれます。毛穴をカバーするものとか皮脂をコントロールしてくれるもの、あとお肌の色ムラを整えてくれるもの、いろいろタイプがあるので、それは自分のお肌に合わせて選んでください。で下地もねちゃんとこうねフェイスラインからね首にかけてしっかりと伸ばす、これ大事です。スポンジを使ってこうね優しく撫でるように伸ばすと、下地のね余分な油分を吸い取ったりとか、あとね裏を取り除いてくれるので、意外とねこの一手間で化粧崩れとかが防止できます。で必要であればコントロールカラーを使っていきます。
コントロールカラーは赤みやくすみ、色ムラなど肌の色のトラブルをカバーしてくれます。ここでね、綺麗に補正をしておくと、次に使うファンデーションの色の発色を良くして、仕上がりがね、より綺麗になります。で、私は赤みが気になるので、こちらのグリーンを使っていきます。ここで色ムラとか色トラブルをカバーしておくとファンデーションも薄く済むので仕上がりがとても透明感が出て綺麗です。でちょっと目の下も赤みが気になるのでカバーしておきます。でコントロールカラーはコンシーラーよりも薄付きです。はい、こちらファンデーションを塗っていきます。ファンデーションもさっきの下地と一緒で左右同じ量になるように点置きをしていきます。で下地もファンデーションもそうなんですけど中心から外側に塗ります。はい、そうするとねこの中心は厚くて外側は薄いという仕上がりになるから必然的にねこう立体的な顔になります。ファンデーションを使うとお肌の凹凸を滑らかにして肌の色をね均一に整えます。で毛穴などをねカバーしてくれて肌をねキメを整え美しく見せる効果があります。で美しく見せる効果以外にも外部刺激、そう紫外線や塵、ほこり、あと乾燥などからね肌を保護する役割があります。ファンデーションは肌のタイプやあと仕上がりの好みでファンデーションを選んでください。でここの部分は厚くなっても大丈夫な部分です。ここはねしっかりとカバーしましょう。でファンデーションを塗り終えたらスポンジでこのように撫でるようにムラと余分な油分を吸い取ってもらいます。ファンデーションは毛穴とか肌のね色ムラなどを均一に全体を美しく整えるものになるのでこうシミとかそばかすがある人はファンデーションで隠そうとはしないでください。ファンデーションで隠そうとするとかなり厚くなってしまって不自然になります。ピンポイントのトラブルはコンシーラーを使ってカバーします。気になるところを大きめにこう塗り広げます。気になる部分は触らずにこの周りだけなじむようにぼかします。はい、続いてフェイスパウダーを使います。フェイスパウダーの役割はこのベースメイクをコーティングする役割があります。皮脂や汗などによるメイク崩れを抑えます。使うタイプを選べばよりねお肌が美しくなります。例えば私の今この使っているものは微粒子のラメが入っているので毛穴をね綺麗にカバーしてくれます。皮脂が出やすい T ゾーンとか小鼻周り、あと頬はねちょっと多めに重ねると皮脂崩れがしにくくなります。ここのね目の下にしっかりのせておくとパンダメ防止。アイシャドウの役割は目元に陰影をつけて立体的に見せたり目を大きく見せる効果があります。あとはね色味や入れ方で顔や目元を印象的にしてイメージを変えることができます。ではまずブラシから説明させていただきます。こういったね柔らかいものと硬いものがあります。柔らかいものは淡い発色で硬いものはしっかりと濃く発色します。続いてこうね大きいブラシと小さいブラシ、大きいブラシの方が淡い発色で小さいブラシの方が濃くしっかりと発色します。ブラシかチップかってなるとチップの方がしっかりと発色します。でブラシを使い分けるとアイメイクの仕上がりもね綺麗に変わります。私はこのね大きくて柔らかい目をまぶた全体に塗ってこの大きくて硬いものを中間色ミディアムカラーを使っています。小さめの硬いブラシとチップはアクセントカラー締め色で使うことが多いです。アイシャドウのパレットはこのようにベースカラーとミディアムカラー、
そしてアクセントカラー、初心者の方は4色パレットがおすすめです。4色あるとね、自然なグラデーションが簡単にできます。まずはこのね、一番明るいベースカラーを全体に塗っていきます。で、この時に目の際から徐々に上に塗り広げていきます。はい、こうすることで自然とね、縦のグラデーションができます。アイシャドウの塗り方ね、いっぱいたくさんあるんですが、まずは基本という形で縦のグラデーションを説明させていただきます。続いてこちらの中間色ですね。中間色が2色ある場合は薄い方の中間色から使っていきます。眼球と骨の間にね、眼窩というねところがあるんです。指を入れてへこむところ、ここがアイホールになります。この目の際から左右に動かして、徐々に上に塗り広げてアイホールまで。続いて濃い方のミディアムカラー、アイホール半分まで入れていきましょうか。はい、これも目の際から左右に動かしながら、さらに上に塗り広げていきます。続いてアクセントカラーです。チップを使って目の際に入れていきます。目元を強調したいわっていう方はね、二重の幅まで塗り広げてもいいです。で、目の下はお好みでミディアムカラーでもいいし、アクセントカラーでも OK です。私はミディアムカラーをのせていきます。涙袋を入れる場合はベースカラーを使っていきます。涙袋を強調させるとデカ目効果があります。あと目の下が、ね、明るくなることによってレフ板効果があるので、目元を明るく見せてくれます。続いてアイライナーを使います。目の際にアイラインを引くことによって目の印象を強めます。入れ方によっては目の縦幅を広げたり、目尻を長くすることで目の横幅を広げてデカ目効果もあります。アイラインはペンシルタイプとかリキッドタイプ、ジェルタイプとかいろいろあるんですが、初心者の方はこういったねペンシルタイプがおすすめです。で、色もねブラックとかブラウンとかカラーがあるんですが、ブラックだときつく見えて嫌だなっていう方はブラウンを選んでください。あとカラーラインを使って遊んでみてもいいですね。ブラウンのペンシルアイライナーを使っていきます。アイラインはこのね、まつげとまつげの間を埋めるように目尻からこのように小刻みに動かして、で、目尻の羽はお好みで、そのまま水平でもいいし、垂れ目に見せたい人は垂れさせて、目をキリッと見せたい人は上げてください。チップもしくは綿棒を使ってアイシャドウとアイラインをなじませるようにぼかします。はい、こんな感じでね、目元がねくっきりして印象的に見えます。ビューラーを使います。ビューラーはまつげを上にカールさせる役割があります。まつげをね上にカールすることによってまつげがね長く見えます。で、目元をね印象的に見せて、さらに目がパッチリと見えます。ビューラーはね慣れるまですっごく怖くて難しいと思うんですが、でこうやって動かすのが主流なんですけど、初心者の方は下にこう動かしていくとすごく簡単にまつげを上げることができます。鏡をね下に置いてこう覗き込むように、まぶたを挟まないように根元をしっかり挟みます。優しくだけど気持ち強い力で、でそのまま開けて下に1ミリ2ミリずらしてからまた挟みます。次は中間の力で、はい、でまた開けてちょっと下に1、2ミリずらして、次は弱い力で、はい、このようにするとこんな感じにね綺麗に上がります。ビューラーをしてまつげをしっかり上げたので、これをキープするためにマスカラ下地を使っていきます。で、マスカラ下地はキープするものだったり、まつげの長さを長くするものとかもあるので、これはあなたの好みで選んでください。私はカール下地を使います。
まつげはね、放射線状に仕上げると綺麗に仕上がります。だから塗る時もね、こう左右に広がるように広げるといいです。マスカラはまつげを長く濃く強調させる効果があります。で、まつげをね、強調させるとまつげはね、矢印の効果があるので目を大きく見せる効果があります。マスカラはね、最初こう取ったらこのね、縁で調整をします。つけすぎ防止です。未然にね、ダマになりにくい状態を作っておきます。そしたら目元からしっかり塗ります。はい、根元からね、しっかり塗るとアイライン効果があります。今度は毛先を中心に塗ります。そう、最初からね、毛先までしっかり塗ってしまうと重みでまつげが下がってしまうんですね。だから根元をしっかり塗ってカールをキープさせた状態になってから毛先を塗ります。で、もしね、ダマができてしまった場合はこういったコームを使って乾く前に溶かしてあげると綺麗に取り除けます。あとね、アイラインとかマスカラもそうなんだけど、結構まぶたにつきやすいじゃないですか。で、まぶたについてしまった場合、うわーと思って急いで綿棒とかで取ってしまうと余計ね、広がって取れなかったりするので、慌てずに一回ね、放置して完全に乾いてから綿棒で取ると取りやすいです。こういったね、ホットビューラーを使うとよりね、もっとしっかりと上に上げることができます。はい、続いてポイントメイクで一番難しい眉毛に移ります。こういったペンシルタイプ、足りないところを埋めていきます。眉毛を見てね、薄くなっているところを埋めていきます。眉頭の位置は目頭の延長線上、もしくは 1-2mm 内側に入ってもいいです。で、この鼻筋が交わる延長線上にあると綺麗と言われています。眉尻は小鼻と目頭を結んだ延長線上で、さらに眉頭よりも眉尻は下がってはいけません。眉山はこのね、黒目の外側、白目が終わる目尻のところ、この間にあると美しいと言われています。このね、眉毛の描き方は概要欄に載せていますので、そこで確認してください。ペンシルもしくはリキッドを使って眉毛のね、足りない部分を描き足していきます。そしてその時に形も決めていきます。で、眉毛はね、塗るんではなく眉毛を一本一本描き足すっていうことがポイントです。こう一本一本綺麗に描き足すことで仕上がりがね、とても綺麗になります。続いてアイブロウパウダーで色をのせていきます。眉頭が淡いブラウンで、眉尻は濃いブラウンになるように、この色からこの色になるように徐々にグラデーションにしていきます。眉頭は外側から内側にこのように伸ばすと眉頭はふわっとして綺麗にナチュラルに仕上がります。で、中間はこの辺りを混ぜます。眉尻はこちらです。スクリューブラシを使って優しい力でね、撫でるように動かすとよりね、綺麗に馴染んで仕上がりが綺麗になります。はい、この一手間がとても大事です。続いて眉マスカラを使います。眉マスカラは眉毛のね、カラーをチェンジするだけではなくって、毛流れを整えたりとかボリュームや立体感を出すことができるので、より完成度の高い眉メイクに仕上がります。このように縁でしっかりね、余分な液は落としてから、毛流れとは逆方向からこのようにつけます。最後、毛流れを整えるように。続いてリップメイクは形や色を変えることでイメージ操作ができます。リップの塗り方は唇の山を作っていきます。の鼻の穴の中心から下げたところ、ここが山になります。で、下の底辺
口角から山に向かってつなげて描いていきます。グロスは質感を変えることができます。グロス全体に塗るとツヤツヤになるので若々しくなります。で、中心だけつけると立体的な唇になります。色付きのグロスをつけることによって口紅と混ざり合って深みが出たりとか、クリアなグロスをつけて質感だけ変える方法もあります。続いてチークを使っていきます。チークはお肌に血色感を与えます。血色感を与えることによって健康的に見せるし華やかにも見せます。またね、チークも色とか入れ方によってイメージが変わります。基本の入れ方は黒目の中心、そして鼻の下、ここに入れます。自分の頬骨をね、こうね、下からグッと確認していただくと、ここに骨があります。ここに入れていきます。自分の頬骨に沿った入れ方なので綺麗に仕上がります。中心からこめかみに向かってこのように動かします。で、最後ね、上下にぼかし広げます。チークはね、左右同じ工程をすれば同じ濃さになります。例えば2回取ったら反対側も2回取る、こっち3回スライドさせて、ここに5回上下にぼかしたんであれば、こっちもね、同じ工程で3回スライドさせて5回ぼかす。そうすると左右ね、同じ濃さになります。意外とね、このチークって左右ね、同じ濃さにならなくて困ってしまう方とかいらっしゃると思うんですが、同じ量を通って同じ工程をすれば左右同じに仕上がります。ハイライトは高く見せたり膨張させる効果があります。パールタイプのものを使って三角ゾーンに入れると光がね、乱反射されてお肌が綺麗に見える効果もあります。だからね、ハイライトはね、ぜひ取り入れてほしいアイテムです。塗る位置はこの T ゾーン、顎先、あとここの三角ゾーンですね。骨格によって入れる位置とか変わってくるので、また下の概要欄から飛んでみてください。 C ゾーンですね、この C です。涙袋とか目頭に入れることもあります。続いてシェーディングは奥行きを作ったり影を入れたり狭く見せる効果があります。このようにフェイスラインに入れて小顔効果とか、あとはこちらのノーズシャドウ入れたり、口の下に入れたり、あとは頬骨の下に入れることによって骨格的に見せたりとか、あとは涙袋の影を入れたりとか、そういった使い方があります。はい、以上ね、初心者の方に向けたメイクの基本の基をやりました。本当はね、もういろいろ伝えたいことがたくさんあって動画に収めるのが本当に難しいです。ちょっとね、今回は端折って重要な部分だけ伝えています。伝えれてない部分もたくさんあります。またパーツパーツで詳しく知りたい方は概要欄から飛んでぜひね、見てください。では以上、最後まで見ていただきありがとうございます。少しでも参考になればグッドやコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。